皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日は鉛を紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。まずは鉛の基礎だ。鉛は英語でレッドといい、原子番号82番、元素記号 PB の金属だ。でもどうして原子記号は PB なの？元素記号はラテン語での名称プルンブムに由来するぜ。鉛は何に使われているの？いろいろな用途があるんだけど、最も大きな用途として自動車のバッテリーがあるな。ところで鉛の値段はいくらなのかな？これは鉛価格のチャートだが、足元の鉛価格は1トンあたり約2200ドル程度だな。1キロあたりだと 2.2 ドル。足元の1ドルを148円とすると、鉛1キロは325円だぜ。うん。ちなみに1キロあたりの玉ねぎの平均価格は296円だから、鉛は玉ねぎよりちょっと高いくらいだな。え？鉛ってそんなに安いの？参考までに亜鉛は378円であり、レタスの385円より安く、銅は1198円であり、レンコンの1264円よりも安いぞ。面白いね。そんな鉛鉱物としては、硫化鉱物、炭酸塩鉱物、硫酸塩鉱物などがあるが、資源的に最も重要なのは硫化鉱物である方塩鉱だ。硫化鉱物ってなんだっけ？金属元素と硫が結合した鉱物のことだぜ。代表的な鉛鉱物である方塩鉱の場合は鉛原子と硫原子が1対1の割合で結合しているぞ。ほうほう。これが方塩鉱だぜ。この方塩鉱はどうやって鑑定するの？方塩鉱の鑑定は簡単だぜ。色は銀白色で、強い金属光沢があるぞ。また比重が 7.5 と重く、ずっしりとした重量感があるな。方塩鉱は重いんだね。また鉱物には壁界という割れやすい面があるんだけど、この方塩鉱は3方向に完全な壁界を持つため、割るとサイコロのように立方体の形になることが特徴だぞ。サイコロみたく割れるんだ。野外で鉛鉱石をハンマーで割ると、方塩鉱が壁界に沿って割れて、太陽光で乱反射してキラキラ光るんだぜ。これを見るとバブル時代のあれを思い出すぜ。そんなこと思うの日本中で魔理沙だけだよ。この方塩鉱なんか天然の形でサイコロ状の6面体になっているぜ。この方塩鉱はすごいね。おお、霊夢も方塩鉱の力強さと美しさに惚れたか？これなんかも結晶が美しいだろう。うん。この方塩鉱はサイコロ状に見せかけて、実は角が取れたいやつなんだぜ。本当だ、角が取れているね。これは6面体ではなく、8面体の時計を呈した方塩鉱となっているぜ。違う形もあるんだね。これはスロバキア産の方塩鉱結晶集合体だぜ。こんなのもあるんだね。この方塩鉱のメタリックな光沢は見とれてしまうほど何とも言えない魅力があるよな。うん。これを見ろ霊夢。方塩鉱の結晶が結合しているぞ。これを総称といい、英語ではツインというぞ。双子という意味だぜ。天然の鉱物である方塩鉱が双子になっているなんてとても神秘的だろ。これなんかすごいぞ。これは時計6面体を呈した方塩鉱なんだが、立方体ではなく、長径と短径で長さが異なる極方体となっているぜ。そして剣太状の方解析が方塩鉱上に形成してうんたらかんたら。うん。なんだ霊夢？マリサが方塩鉱が好きってことが分かったから次行こうよ。おう、そうだな。あと方塩鉱は亜鉛の硫化鉱物である線亜鉛鉱と一緒に産出することが多いぜ。方塩鉱と線亜鉛鉱は仲が良いのかな？そうだぜ霊夢。鉛と亜鉛は幾何学的挙動も似てるんだぜ。鉱石中に方塩鉱と線亜鉛鉱が同時期に密接に伴って産出する場合は、これらの鉱物は共生しているというぜ。やっぱり方塩鉱と線亜鉛鉱は、まるで私とマリサだね。はは、うまいこと言うな。照れるじゃないか。また方塩鉱は銀を含むことがあり、古代から鉛鉱石から銀を取り出していたんだぜ。昔から方塩鉱は資源として重要だったんだね。また鉛には質量数の異なる4種の安定同位体が存在しているんだ。同位体ってなんだっけ？同じ原子番号だけど、中性子の数が異なる原子のことだぜ。中性子の数が違う鉛が4つあるのね。鉛の同位体比は核鉛鉱床または産出地域で特有の値を持つんだ。ふん。それがどうしたの？だから遺跡から出土した金属を含む文化財について、鉛同位体比からその産地を推定することができるぞ。おおすごい。また幕末の時代に使われた銃弾についても鉛同位体比が測定され、銃弾に使われた鉛の起源が推定されたぞ。鉛を調べることでいろいろわかるんだね。また鉛鉱物には方塩鉱だけでなく、いろいろな鉱物があるぞ。これが代表的な鉛の硫化鉱物のリストだぜ。なんか複雑な化学式の鉱物もあるね。これらの鉱物は硫化鉱物のうちでも、硫塩鉱物と呼ばれるぜ。複雑そうな化学式の鉱物も分解して考えることができるぞ。ほんといっぱい鉱物があるね。ちょっとレアな鉛鉱物のリストもよなよな作ったんだけど、霊夢は興味あるか？いや、全く興味ないわ。おおそうか。実は霊夢におすすめの鉛鉱物があるんだぜ。え？私に？嬉しいわ。これは炭酸塩鉱物である白塩鉱だぜ。これは炭酸鉛の化学式ね。
白炎鉱はこのように特徴的な結晶として産出することもあるんだぜ。美しい結晶だね。だから私におすすめなんだね。でもこの白炎鉱を食べると鉛中毒になる恐れがあるから、食べちゃいけないぜ霊夢。いや、そんな鉱物なんか食べないわよ。あと鉛鉱物としては硫酸塩鉱物である硫酸塩鉱もあるぞ。名前の通り硫酸と鉛からなる鉱物だね。これは黄色を呈した硫酸塩鉱だな。綺麗な鉛鉱物だね。ねえマリサ、鉛はどんなところに出てくるの？鉛は亜鉛と共に産するぞ。鉛亜鉛鉱床にはいろいろなタイプがあるんだ。ほうほう。これは代表的な鉛亜鉛鉱床をまとめたイラストだぜ。はぁ？全然わからないよ。鉛亜鉛鉱床の中でもミシシッピーバレータイプ、セデックスタイプには大きな鉛亜鉛鉱床があるぞ。へぇ。そしてスカルーン、鉱脈型そして火山性海上硫化物鉱床別名 VMS は、日本にもあるんでしょ。多そうだ。特に黒鉱と呼ばれる鉱床は、海外でも黒鉱が学術用語として通用するほど有名だ。日本には世界に誇れる鉱床があったんだね。黒鉱は名前の通り見た目が黒い鉱石なんだけど、仙亜鉛鉱、宝塩鉱、黄銅鉱などを多く含んでいるんだ。本当に黒い鉱石だね。黒鉱は海底へ吹き出した熱水から沈殿した硫化物などが起源であると考えられているぜ。これが隆起して、陸上で黒鉱として採掘されたんでしょ？多そうだ。特に北日本の日本海側に多く黒鉱鉱床が分布していたけど、鉱山としては全て閉山してしまったぜ。だったら海底熱水鉱床を採掘すればいいんじゃないの？は？何を言っている霊夢？海底には鉛や亜鉛などの重金属があるんでしょ？陸上にあった鉛亜鉛鉱山はコスト割れで全部閉山したんだぞ。深海底で採掘してコストに合うと思うか？いやー、昔よりも技術は進んでいるし、金属の値段も上がっているでしょ？金属価格は上がっているけど、所詮玉ねぎレタスのレベルだぞ。あ、また技術的にもいろいろな課題があるぞ。これについては海底熱水鉱床の解説動画を見てくれなのだぜ。わかったわ。ところで鉛はどこの国で産出量が多いのかな？おう、鉛産出量のランキングだな。1位中国、2位オーストラリア、3位アメリカ、4位メキシコ、5位ペルーの順だね。多そうだ。火災埋蔵量で言えば、オーストラリアが世界一だな。わかったわ。あと霊夢、実は前からぜひやりたいと思っていたことがあるんだ。え？何？霊夢は変な生き物チャンネルって知ってるか？うん、知っているよ。霊夢もよく見ているよ。変な生き物チャンネルがあるなら、変な鉱物チャンネルっていうのもあっていいんじゃないかと。はぁ？だから見本として鉛鉱物である猛鉱を紹介する変な鉱物チャンネルの動画を作ってみたんだ。霊夢ちょっと見てくれないか？鉛鉱物？まあ今回は鉛の解説動画だからいいわよ。よし、それでは早速見るぞ。ポチッとな。ねえねえ、宝塩鉱さん。なあに仙亜鉛鉱さん。いや、こんなの絶対嫌。そうか？ウケると思ったんだが。無理無理。ではいつも通りやるか。うん。今回紹介する猛鉱は鉛の鉱物なんだが、一番の特徴は毛のような心状の形状を示すことだな。こんな鉱物があるんだね。化学式はちょっと複雑なんだが、鉛と鉄そしてアンチモンを含む硫化鉱物だな。いろいろ入っているんだね。英語ではジェイムソナイトと言うんだけど、スコットランドの鉱物学者ロバート・ジェイムソンにちなんでいるぞ。これは猛鉱の集合体だな。すごいね。ただし猛鉱は外見がブーランジェ鉱と肉眼では類似するため、詳細な鑑定には分析が必要となるぜ。どうして猛鉱はこんな結晶をしているの？毛を思わせる心状結晶をなす鉱物は結構あるんだ。本当だ。ヒゲ結晶やウィスカー結晶と呼ばれるヒゲ状に成長した鉱物は、新たな結晶が元の結晶の外側に向けて連続的に成長することで形成されたんだ。へぇ、この猛鉱は髪の毛みたいだろう。ほんと毛だね。これはくるっと回って一周している猛鉱だな。面白いね。こんな猛鉱も綺麗だろ。猛鉱という鉱物は面白いね。プロ野球ニュースなどで、この回、阪神の猛鉱が始まりました。って聞くと、とっさに猛鉱を思い出してしまうぜ。そんなこと思うの日本中でマリサだけだよ。次に紹介するのは遮骨鉱だ。歯車みたいな形だから遮骨と名付けられたぞ。こんな形の鉱物もあるんだね。英語では棒のナイトといいフランスの鉱物学者ジャック・ルイズ・ブルノンにちなんでいるぞ。ほうほう。棒のナイトと名付けたのは、猛鉱の英名ジェイムソナイトの由来となったロバート・ジェイムソンだぜ。さっきの人だね。遮骨鉱の化学式は CUPBSDS3 で表される銅鉛アンチモン硫黄が結合した鉱物だぜ。へぇ、硫塩鉱物は三角ダイアグラムに組成をプロットすることがあるぞ。ちなみに遮骨鉱はここにプロットされるぜ。こんな図を見ても何もわからないよ。また日本では埼玉県の秩父鉱山が良質な遮骨鉱の結晶が産出することで有名だったぞ。でもマリサ、なぜ遮骨鉱はこんな歯車みたいな形をしているの？
この遮骨口は結晶同士がくっついた損傷を繰り返すために、表面に凸凹ができてまるで歯車ぽくなるんだ。すごい。ただし、損傷しない遮骨口もあるぜ。へぇ。遮骨口の歯車の部分に平行な線があるだろ。これを上線と言うんだ。この線に名前があるのね。また遮骨口は歯槽を含むことがあり、遮骨口のアンチモンを歯槽に置き換えたセリグマン口と雇用体を形成するぜ。雇用体って何？個体なんだけど2つ以上の元素が溶け合っている鉱物なんだぜ。アンチモンと歯槽の割合で、鉱物名が決まるんだぜ。わかったわ。この遮骨口もすごいだろ。うん。ナルトを見ると思わず遮骨口を思い出してしまうぜ。そんなこと思うの日本中でマリサだけだよ。次に紹介するのは円筒口だぜ。これはシリンダー状の形状から名前が付けられたぜ。英語ではシリンドライトというぜ。見た目通りに名付けられたんだね。化学式に鈴が入っているだろう。円筒口は鉛、鈴、鉄、アンチモン、硫黄からなる鉱物だぜ。これに鈴も入っているんだね。だから円筒口は鈴の熱水鉱脈などに産出するな。ほうほう。このように円筒状になる鉱物は、1893年に発見された円筒鉱のほか、2016年に発見されたメレラニ鉱の2つだけだぜ。珍しい鉱物なんだね。これは円筒鉱の断面が出ているぞ。まるで細巻きののり巻きみたいだね。いや、よく見ると断面は同心円状ではなく、渦を巻いているんだよ。本当だ。ぐるぐる巻きになっているね。まるで湯葉巻きだね。でもどうして渦巻きなの？円筒鉱は電子顕微鏡スケールで台形の柱状結晶が並んでいるため、全体的にはぐるぐる巻かれた円筒状となっているぜ。そうなんだね。だから円筒鉱を見ると小学校の時、体育マットにぐるぐる巻きにされたことを思い出すんだよ。そんなこと思うの日本中でマリサだけだよ。いやー、それにしても鉱物の形にはいろいろあるんだね。そうだろ霊夢。人類が誕生するずっと前の大昔に、地下深いところで鉛や硫黄たちが奇跡的に出会って、こんな美しい鉛鉱物を形成したんだぞ。そう考えると鉱物にはロマンがあるね。今日もいろいろ説明してくれてありがとうマリサ。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。